皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き、はい、今日のテーマはこちら、ドン、技ありキングトニー参戦。キントニ、キントニ、キントニ、キントニ昇格した ね、 そうですね。今まではキングトニーを紹介するぞとか言ってたのが、はい、いきなりもう技あり。これなんでかって言ったら結構技あり工具が多くて、はい、巷で評判ね、最近キングトニーね、はい、ていうかね、俺もねあんまり知らなかったのが正直あって、ね、入ってくるためにおお面白いとかいうね、あのそういう工具が結構ありまして、なんていうのかな、日本で流通してる普通の工具メーカーのものだけでは、ないようなね、まさに隙間工具的なところを狙ったものがありますんで、今日はちょっとねその機能を皆さんにご紹介していきたいと思います。まず最初はこちら、ドン、ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm。 なんだよ、ずいぶん長いじゃんこのビットホルダーってね、 75mm 何に使うんだよっていうのをね皆さん思うと思うんですけど、これ実際ね使ってみるとですね、僕はねビット結構長いのが好きなんですよ。で、何度かっていうと電動ドライバーでこうやって見るときに、短いのだとドライバーの本体が邪魔になって、この先端のところがねビスの頭に当てられてるかどうかね非常に見づらいんですよね。なので長い方が結構こう当てられるし、あとねまっすぐ入れるにしても短いのだと本当曲がってるのに気づかないで打ったりするんだけど、長ければ長いほどまっすぐ打ってるなってことがこう分かるので、そういうちょっとね使い勝手の良さがあって、僕はこの長いの割と好きです。だから65とかいつも使ってるけれども、これはなんと 75mm ってことなんですが、これの特徴はここにスリーブがありまして、こうビットを入れて当てがった時にビューンって回す時にビットがこうバタついたりするでしょ。でそれをこうね押さえてね、ちょっと抑えてね、抑えて回せるのよねさらにこれのいいのはなんとですね、ここでいいですか、これでほら上に上げるとフレキシブルなんですよ。でちょっと曲げたい時にちょっと曲げて、でしかもねちょっと曲げるとこれも結構バタつくんだけど、このスリーブを押さえながら電ドラ入れて回した時にここでホールドできるんで、バタつかない、こうバタつかずにアプローチしやすいっていうので、これもう絶対だって電ドラ使ってる人はすぐね、あインパクトね一応ダメですよ、インパクトダメ、インパクトダメなんだけど、インパクトでも軽く優しくシューンって使うぐらいならいいと思いますっていうので使えると思うんで、常備しとくといいと思います。最大角度はちなみに20度ですね。ということで1個目、ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm でした。そして2個目がこちら、ドン、8分の 3SQ フレキシブルエクステンションバー 150mm と 300mm ということで、昔ね KTC さんにもあって、割と普通にどこにでも在庫してたんだけども、 KTC さん廃盤になりまして、今高研さんとか一部のねあのフレキシブルエクステンションバーだけになったと思うんですけども、これねやっこいんですね結構ね。でこれ柔らかいの嫌いな人もいます。なぜかっていうと、力こういうふうに曲げて使うときに柔らかいとこういうふうに力が逃げちゃうんで嫌だって人もいるんですけれども、逆にこの柔らかさがねあのアプローチできるエリアアングルが非常に広いということで、この柔らかさがいいって人もいます。高研さんのと同じくらいかな、イメージ的には柔らかさは。まあこんなふうに使えます、こうやってね、でこういうふうに曲がったところにアプローチしながら、こういうふうにラチェット触れますよっていうものです。でこれ150と300ということで、まあこれはねあの比較的、まあ今他でも流通してるものはありますけども、キングトーンにあるっていうことと、あとここにね結構がっつりローレット入ってるんですよ。このがっつりローレットがこういう曲がったところにアプローチするときなんかにはしっかり回しやすいので、ラチェット使わない場合なんかでもこの深めのローレット、これなかなかキングトニーの特徴で使い心地いいんじゃないかなと思います。そして最後がこちら、ドン、はい、キングトニーのユーティリティナイフ。もうねなんていうの、これもうめちゃくちゃいいです。これもうめちゃくちゃいい、これ今日のねあの技ありキングトニー3つある中でも今日僕のめっちゃ一押しっていうか、もうねもうほんといいでなんでいいかって説明すると、こうやって刃が出ますよね。で普通のカッターナイフっていうのはこう長いの使ってるじゃないですか。でもこれはこうやつね、こっち側とこっち側が使えるっていうことで、アメリカの、まあ、建築関係のプロの職人さんたちなんかほぼこちらですっていうのは、これ結構いろんな形状があってね、日本ではこの台形のものがほとんどなんだけど、用途に合わせていろんなものを差し替えられるっていうことで、アメリカのカーペンターなんかにめちゃめちゃ愛用されてます。
あと短いので力を入れた時にベボンベボンベボンならないとっていうので、あの長いとついつい出しすぎたりとかいうことがあるんだけど、割とハードな作業なんかに使えるってことで非常に人気です。入れる時も簡単、これではいおしまいというふうになってます。でこの会話なんですけど、これどこにあるかっていうと、ここにちっちゃなボタンがついてまして、ここをこうやって開けるとこれ出てくる。これ出方かっこいいねこれね。でここで取り替えられる。これ2枚入りますね。ここまででも なんかかっこいいじゃんっていう感じなんだけど、いろいろギミックありまして、これね、力入れて作業するときにはこちらのレバーを上まで持ってきます。ここに滑り止めがついてるんで、ここに指当てながらぐーっと力をかけてやることもできます。こんな感じでぐーって使うこともできるというので、ここに滑り止めがついてます。まあそれだけかなと思ったら、なんとですね、こっちにですねもう一個ついてるレバー、これはね固定できない。パッと来た後にすぐ戻る。つまりよく荷物が届いた時なんかに開けてビューってやってポイして誰かが触って痛いね、今の思った瞬間痛いけど、子供さんいるところとかね、こうついやりがち、パッてやって戻すの嫌だから。だけどこれはこっちでやればこうやって切った後すぐ戻るんで、まあ子供とかその後触っても全然大丈夫ですよっていうものでございます。でもう一個気になるのがこちらのね、これね、台紙にはねワイヤーカッターって書いてあるの、ね、でワイヤーカッターだけど、俺絶対これワイヤー切ると大変だよなと思って、で僕はこれね使えるのこれじゃないかと思うんです。ほらビニールテープね、たまにこういうので縛られてきたりとかすると思うんですけど、これがほらほらね、であとね、あのほら最近ほらさ、俺春とかになると野菜やるからさ、野菜やった時のさ畑の奥さ、朝紐切るときもこれ、でもこれ1個あればいろいろ使えるんだけど、ほらね、これ結構大変なのよ、これちょっとこうやってピュッてやるときのこれね、どこでこうこれ開けてこうやって切るの危ないし、これならもうこれで全然ね大丈夫。しかもここの刃ね、どうやって変えるのと思ったの、なんかそんないっぱい切ったらすぐダメになっちゃうじゃんと思ったら、なんとこの刃はほら連動してるんですよ。この刃がこのワイヤーカッターにも使われるので、この刃をねダメになった時にこっちも変えれば新しい刃として使えるとっていうことでございます。さらにもちろんね、ハンギングできるとっていうことで、もうなんかさずるいね、黒と青これもかっこいいしさ、ちょっとなんか青と赤ちょっとどうかなって思うけどさこれかっこいいなとっていうことでね、あのめちゃくちゃお気に入りです。というかなかなかこれも今回僕2つともお気に入りで、あのオートモーティブで車やってる方だけじゃなくて、日常的にね、あの本当に DIY のシーンとかでもめちゃめちゃ活躍すると思うので、確かに飯田君これ技ありだよ、はい、技ありキングトーニー3選のうちのこれがそんなにおすすめじゃないってわけだけど超お気に入り2つご紹介でした。それでは皆さんさようなら。わざわり。